ジスマイナス 257mm 対戦車砲、M194157mm 対戦車砲は、第二次世界大戦中に、ソビエト連邦が使用した対戦車砲である。1940年、ソビエト連邦は、従来の 53K45mm 対戦車砲よりも、強力な対戦車砲の開発を開始した。1940年5月には砲が完成し、 1941年に正式採用されて量産が開始された。同年6月に大祖国戦争が勃発し、ジス,マイナス -2 は12月のモスクワ防衛戦に投入された。当時のドイツの主力戦車であったスリー号戦車やフォ号戦車はジス,マイナス -2 でなければ立ち打ちできないほどの重装甲ではなく、ジス,マイナス -2 の昇降形状方針は生産コストが高くついたため、 生産は1941年中に371門で打ち切られたが、方がは、ジス 376mm ヤホーに流用されながら生産が続行された。しかし、1942年末にドイツが開発した重装甲の T ガー I 重戦車と T 34に習って、傾斜装甲を取り入れたパンター重戦車に対しては、 M-42-45mm 対戦車砲では、歯が立たず、ジス -3 でも、側面か正面でも 300m ほどの至近距離からで、なければ対抗できなかった。このため、ソ連国家防衛委員会は、ジス -2 を1943年6月15日に、M1943-57mm 対戦車砲として、また、戦車砲型のジス -4M を、 t-34 から57駆逐戦車用として量産再開を指示、前車は終戦までに9645本が製造された。しかし、新たなジス -2 で編成された部隊が前線に到着したのは同年7月27日のことで、クルスク戦には間に合っていない。小口径対戦車砲の存在価値が大きく低下したため、 1950年代半ばには陸軍から退役したが空挺軍ではより長い間運用が続けられた。ジスマイナスにはまた座時に開放と灰、鞘を行い弾薬装填時に閉鎖する半自動式汚染を採用しており、これによって1分あたり最大25発の連車速度を確保している。また、砲画の車軸にはコイルスプリング式サスペンションを装備しているため最高で、 時速 50km、不正値でも時速 10km の高速で牽引が可能である。さらに、ジス -2 を T-20 コムソモーリツ走行牽引車の車体に搭載したジス -30 追戦車自走砲も製作されている。ありがとうございます。